こま まさか家の近くにこんなセミナーがあったとはな。ドラゴン桜見てたら、なんか燃えてきちゃって。今二十八歳だけど、東大合格して人生変えてやるぞ。<laughs> あ、先生きた。うわ、すごい見てくる。どことなく阿部寛に似てるな。もしやこの先生。すごい人なんじゃ。それじゃあ授業始めていきます。超えたか。あれ、今日は君だけかな。そうみたいです。一日体験コースで来ました。そっか。じゃあ、まず自己紹介していくね。このセミナーで講師をやってるケンジって言います。よろしく。え、ケンジってまさか名字は桜木。大西ケンジです。春菜愛の本名じゃないか。このセミナーはたった週一回の授業で。 東大に合格でできちゃうう可能性がが出てくるるかもしれなない気がするような感じのやつです多分友達の友達が言ってたんだけどねいきなり発言にすごい保険かけてきた東大ってさ入るのが難しいとかエリートたちの集まりって思われがちじゃんはいその考えは今すぐ捨ててくださいえそれって誰でも簡単に東大に入れるってことですかいや簡単にって言われるとそれはちょいったん今捨てた言葉拾ってどういうことだよまあそれなりに訓練を積めば別にエリートじゃなくても東大に入れるってことですここまでで何か質問ありますかあの先生は実際に東大を卒業しているんでしょうかうん、うん、入ってすらいないよえ高卒なんですか違う 違う要卒要卒詳しく言っちゃうと保育園だったから保育卒になるのかなうんでも大丈夫絶対 だから大丈夫大丈夫だよ大丈夫って連発されると大丈夫感薄れるんだな勉強ってさすべてにおいて考えようなんだよね考えようそう例えば数学数学ってたくさん公式を覚えなくちゃいけないでしょ高校で習うやつだけでも100個くらいあるわけようわ全然思い出せないな習ってるだけいいじゃんほびそつごめんでもさそれが1個の公式を覚えるだけでいいって言われたらなんかすごい楽勝な感じしないはいそんな夢のような公式があるんですか全部つなげちゃえばいいんだよさっきから何言ってるんだこいつ公式全部つなげてそれを覚えちゃえば1個で済むじゃんこれで数学は OK はいとうだわあ正式 に入会しなくて本当に良かった。じゃあ次は国語ね。国語っていうのはラッキー強化です。ラッキー強化だって問題文の中に答えが隠れてるんだもん。よく読めばいいだけ。はい。今日だその決め台詞みたいなやつイライラしてきたな。でも先生さすがに何かしらの対策はしておいた方が。じゃあ本を読んでください。本って何でもいいんですか？何でもいいよ。解決ぞろりとか晴れ、時々豚とかドラえもん。体シリーズとか全部小学校の図書室にあったやつ。一回だけ忍び込んだな。もう行けばよかったのに。あと英語は倉木麻衣さんの歌を聴いてください。え、何でですか？だいたいに英語の歌詞入ってくるからそれで覚えられます。そっち。 あとコナン見たくなります。それはわかるまあ残りの教科は頑張るしかないからお父さんお母さんにいろいろ聞いてね。はい、東大。元もともこもねえな。ちょっと待ってくださいよ。それじゃあこのセミナーでは毎週何を習うんですかいい質問だね。このセミナーではひたすら。ひたすらひたすらドラゴン桜を見てもらいます。うん、えー。実は阿部寛さんの大ファンでね。下町ロケットとか結婚できない男。あと映画だとマイコハンなんかも見たよ。阿部寛、阿部寛、阿部サダまあそういうわけだからこれから一緒に頑張っていきましょう。じゃあいつものやつやって終わりにしたいと思います。どこ行くのはい、東大。品もなわず入会してね。また来週。 ビーギャル見てけいを目指す。本当、言うよね。この物語の裏話や、楽しいお話が盛りだくさんの、ドゥうラジオが、サブチャンネルで公開中。そのほかの、おすすめ動画や、チャンネル登録も、よろしくお願いします。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。